突然だが、少し考えてみてほしい。青春とは嘘であり、悪である。やらなくてもいいことならやらない、やらなければいけないことなら手短に。アセサガはどうした？台の方です。本当に死ね！おいおい、マジかよ。何この展開。高校生活といえばバラ色、バラ色といえば高校生活。僕は空気が読めているくせに読まないんだ。今日からここに通うのか。エネルギー消費の大きい生き方に敬礼。女の子と話したのは何年ぶり？あれは確か2年前の6月。ちょっと君、何やってんの？友達じゃダメかな。君、友達いないでしょ。友達なら2人もいます。なあ、ゆうきました。なんなら、俺が友達を。ごめんなさい、それはね。まだ最後まで行ってないのに。昨日、うんこ踏んだんだ。気持ちいいです。補欠、携帯、露出鏡。やべえ、すげえ楽しそう。痛い、痛い、このビッチ。ビッチってなんだし、私はまだしょ。なんでもない。そんなにイライラして生理か。先輩のことがずっと前から好きでした。俺と付き合ってください。なんで？そこの二人、ちょっと来い。冗談じゃない、僕は童貞だ。青春のバカ野郎。なぜ俺はあんな恥ずかしいことを。デリバリーのカバンのお姉さんを呼ぶなら先に行っておいてください。俺はお前のお兄さんじゃねえ。おお、聞かせてください。なんかエロいの？みんなバカ。やったろ。これは誤解です。好きです、付き合ってください。なんですか、それくどいてるんですか。ごめんなさい、狙いすぎだし気持ち悪くて無理です。できた。誰も傷つかない世界の完成だ。結論を言おう。青春を楽しむ愚か者ども、砕け散れ。